ところで一人で何をしているの？飼い主とはぐれたの？わかった、一緒に行きましょう。ねえ、そっちよ。待ってて。行こう。何か持っていく価値のあるもの、役立つものは何でも取って。
おい、ここだ。バルコニーの上だ。入植者のグループが中にいる。レイダーたちがドアを破って入ってきそうだ。助けてくれ、頼む。それを取って。それを取って。あれを取ってきて。それを取ってきて。調べて。そこに何があるか見てきて。そこで待って。開けられないわ。
悟らず川を剥いでやるからな。勘弁してくれ。奴はどこにも行っ、なんだ。お前を見つけるぞ。やれやれ、誰かは知らないがタイミングが完璧だったな。プレストン・ガービー、コモンウェルト。ただの通りすがりよ。わかった。だが敵の敵は味方だろ。レイダーは俺たちみんなを殺したがっている。あんたも含めてな。あいつらは何者なの？新しい家を探してる人々だ。これじゃない。再出発だな。彼らとはクインシーの時から一緒だ。レキシントンはしばらくの間良かったんだが、グールに追い出されてしまったんだ。1ヶ月前は20人いて、昨日は8人だった。今はたったの5人だ。俺とロング家のマーシーとジュン、ソファーにいるママ・マーフィーばあさん、それとこっちはスター・ジェス。ごめん、なんだか辛い話みたいね。ありがとう。もしかして本当に気にかけてくれる人との出会いに感謝しよう。いや違う。とにかくコンコードに定住するのは安全だと思っていたんだが、それは間違いだったってレイダーに思い知らされた。だが一ついい考えがある。聞きましょう。スター・ジェス、教えてやってくれ。屋上に墜落したベルチバードがある。昔ながらの戦前のやつだ。見たことあるかもしれない。まあそれの乗客がかなり楽しい代物を置いていったようだ。チェリー T45 パワーアーマーのフル装備一式、軍の支給品だ。パワーアーマーが？それはウエストテック社の内面化サーボシステムだよ。あれの中にいるとスーパーが新たな標準になる。もっと強く頑丈になってラッドに耐性ができる。それにあのスーツがあればベルチバードからミニガンをもぎ取ってレイダーに地獄までの特急券をやれる。わかるか？それでミニガンをライフル銃みたいに使えるの？使えると思うよ。手動の引き金があるはずだから。悪い奴らを狙ったら昔ながらの運任せで乱射をやればいい。それでアーマーなんだけど燃料がないんだ。おそらく100年もの間だ。電源は入るはずだが少々お手上げなんだ。それで解決策は何？必要なのは戦前の古い FC 標準フュージョンコアだ。ハイグレードな長期型原子力電池で、かつて軍や企業が使っていた。それにどこにあるかは近づけない。地下の鍵のかかったセキュリティゲートの向こうにある。いいか、俺にできるのは下手な修理だ。セキュリティを飛び越えて進むのは得意分野じゃない。君なら挑戦できるかもしれない。そこまで難しくないはず。やってみる。そうか、よし。ようやく幸運が訪れたようだ。フュージョンコアをパワーアーマーに差し込んでミニガンを持ったらレイダーも喧嘩を売る相手を間違えたことがわかるだろうよ。頑張ってくれ。約束したんだ。そこへ行くって約束したんだ。約束した。約束したのに守れなかった。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめん。
助けが必要なのにボルト居住者だって、その役に立たないジャンプスーツを着て何をするって？出血多量で死ぬ。あのドッグミートがあの小さな地区であなたみたいなのを見つけてくれるなんて思ってもなかったわ。でも期待以上ね。開けられない。
たらどうだ。この仕掛けた銃を近づく見せる。俺の手下から逃げられる奴はそう多くない。本当だ。大丈夫か？大丈夫よ、プレストン。気をもむのはやめてくれ。今のはかなり素晴らしかったな。味方になってくれ。みんなこの先大丈夫？まあ、しばらくはな。少なくともこれで安全なところへ移れる。聞いてくれ。初めて会った時ただの通りすがりだって言ったよな。これで考え直すかもしれないぞ。大したものじゃないが、これができる限りだ。あんたの努力の賜物だ。もらえるものはもらう。本物の傭兵みたいに話すんだな。自分以外の何かのために働く気になったらサンクチュアリで会おう。あんたみたいな人間がいると助かる。仕事ができる人間がね。何をすればいいの？強くいなきゃいけないよ。これまで通りに。あなたの運命にはもっと多くの意味がある。見えたの。それに痛みも知ってるわ。私の運命？
どういうこと？あなたには時間もないし希望もない。でも全てを失ったわけじゃない。あなたの息子のエナジーを感じる。あの子は生きてる。息子はどこ？ショーンはどこにいるの？ああ、知っていればいいんだけど、本当にそう思うわ。でも実際に息子が見えるわけじゃないの。ただ生命力、エナジーを感じるの。どこかにいるわ。それにどこを探し始めるべきかは、私がサイトを使う必要すらない。連邦の偉大な緑の宝石、ダイヤモンドシティ、この辺りで最も大きな共同体。ダイヤモンドシティには何があるの？ショーンはそこにいる？もう疲れたわ。後で薬を持ってきてくれたら、サイトはもっとはっきり絵を描いてくれるわ。ダメだ、ママ・マフィー。それについては話したはずだ。そのうち死んでしまうぞ。し、プレストン、人は皆最後には死ぬ。私たちにはこれからサイトが必要になる。ここにいる新しい友達にもね。さあ行こうじゃないか。サンクチュアリが待ち受けてる。よしみんな、この友達のおかげで安心して出られるぞ。これからママ・マーフィーが知ってる場所、サンクチュアリへ向かう。そんなに遠くはない。知ってるだって。ハイになってみたあの幻覚のことを言ってるんでしょ。それで次はまたママ・マーフィーに見えたっていう他にマシな計画もなく、骨折り損のために出発するの。ちょっとちょっと、悪い状況になるなんてありえない。みんないいから落ち着くんだ。みんな一緒にやっていくよな、マーシー。だったら次はどうすればいいか、もっといい考えがあるのか？誰かあるか？ではサンクチュアリということだな。名前通りの場所であることを願おう。さあジュン、もう行く時間だよ。ああ、うん。代償のことを忘れるな。行くぞ。みんなしっかり後ろをついてこい。離れるもんか。